はい、マーキュリーキッド補正でございます。日にはですね、2022年8月の23日でございます。はい、今いるところはですね、東京都羽村市のですね、日野自動車羽村工場の前にいます。はい、あちらのですね、コンクリートのですね、あちらのですね、コンクリートの塀の向こうは、日野自動車羽村工場のですね、トラックのテスト工事になっております。はい、いやー、びっくりいたしましたね。日野自動車、新たな不正がまたまた発覚でございます。今度はですね、日野自動車の2トン車もですね、不正の対象になっていたということが分かりました。はい、これによってですね、日野自動車のトラック全車種のトラックはですね、出荷停止になったというですね、異常事態が起きております。はい、こちらのですね、日野自動車、羽村工場ですね、2019年ですね、5月からですね、生産されたトラック、およそですね、1万9000台がですね、不正の対象となっているトラックだそうでございます。はい、びっくりいたしましたね。日野自動車、不正がですね、続々発覚しているところでございます。はい、これでですね、ほぼ日野自動車でですね、生産するトラックはですね、出荷できなくなってしまったということでございます。はい、小型トラックをですね、生産する東京の羽村工場では 51% ね、生産しているそうでございます。全体のですね、 51% をですね、日野自動車の中で生産しているそうでございます。はい、今ですね、ちょうど夕方ですので、日野自動車のですね、社員の方が今退社しているところでございます。はい、ほとんどですね、トヨタ車ですね、乗っているのがね。はい、従業員の方ほとんどですね、乗っている車は、トヨタ車でございます。はい、いやー、本当にびっくりいたしましたね。話をしますとですね、長くなってしまいますので、動画説明欄の方に出したいと思います。はい、日野自動車、またまた不正発覚でございます。ほぼですね、全車種のトラックはですね、出荷停止というですね、異常事態に発展いたしました。はい、あちらのですね、テストコースの中でですね、不正があったのでしょうか。はい、コンクリートブロックのですね、先はテストコースでございます。日野自動車羽村コースのですね、テストコースでございます。はい、あの中で不正があったのでしょうか。はい、現場からは以上でございます。マーチョイクスルート補正だけでございました。